神チューブの神の伊藤です。今僕はエヴァエキスポ、エヴァ大博覧会の方にお邪魔しておりますね。どうですかこれ、インスタ映えすごいですか。すごいですね。やばいですか。やばいですね。これはインスタグラマーになってますか。なってますね。あ、本当ですか。バズりますね。バズりますか。こっちはどうですか。あ、こっちもいいですか。これこれはまた炎上しそうな感じですね。顔しんじゃないですか。はい、愛しん、愛しんですか。愛しんですね。これ愛しんですか。愛しんです。はい、そんな感じですね。今エヴァ大博覧会の方にネルベルさんと遊びに来ているんですけども、はい、 そうですね、それでまあ今回はですけども、まあ書取りざらっと見てますよね、はい、そこでネルフェさん、もう僕と言ったらエヴァマニアじゃないですか。そうですね。もうマニアがこのエヴァ大博覧会で、はい、これだというもの、はい、もうこれパクりたいよねっていう。そうですね。もうこれ真っ先に持って帰りたいよねっていうものを3つ、はい、3つ、4000点ぐらいあるんですよね。そうですね、4000分の3ですね、はい、を選びたいと思いますね。わかりました。ルールとしては、はい、イベントものはダメですね。ダメですね、はい、例えば、はい、まあ自動手にしたらじゃないですか、はい、なんで商品とかね、はい、まあ、検証みたいな、はい、そういったものは OK という感じで、はい、じゃあ3つ選んでいきたいと思いますけど、はい、大丈夫ですか。はい、オロチは、オロチダメなんだよ。ダメですか。オロチダメ、オロチダメ。わかりました。バイクダメです。バイクダメですか。バイクダメです。レースクイーンもダメです。ダメですか。はい、神の糸もダメですけどね。ダメですか。はい、わかりました。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあお願いします。3つ厳選しましょう。はい、お願いします。はい、伊藤さん、伊藤さん、はい、そろそろ、あ、そうですね、はい、おくつろぎのところ、すいません、すいません、申し訳ございませんが、はい、これ、秋田の勝負になったんですけど、はい、いや、行ってきましたよ、エヴァエキスポ、行きましたね、2回目ですよね、はい、はい、オープニングでも話した通り、はい、今、ようこそネルフェさんと、はい、今日行ってきたんですけど、はい、もう、ネルフェさんといえば、もう、エヴァマニアですよ。エヴァマニアが選ぶこの3選ですね、はい、大博覧会であったものの、よかったな、これ欲しいな、これパクりたいなっていうぐらい欲しいものを3つ選んでもらってますんで、はい、お互いじゃあ発表し合おうと思いますね、はい、4000点を超える展示の中から3つ、はい、かなり苦労しましたよね。正直悩みました。僕まだ知らないですけど、はい、相当悩みましたよね。悩みました。ずっと言ってましたもんね、自分の中で、はい、どれにしようどれにしようみたいな、はいはい、もうそんなの聞けるなんて僕もちょっと楽しみですね。はい、じゃあとりあえずじゃあネグレさんから一つ目お願いします。はい、はい、私は一品目はこちらです。はい、水曜のオーディションのコラボポスター。あー、なるほど、そこ来ますか。はい、いやー、マニアックっすね。あれはあれですよね、確か北海道であった水曜のオーディションとエヴァのコラボの、はい、そしてネグレさんはそのために行ったんですよね。来ました、北海道まで。来ました。うわー、あのポスター確かに欲しいですね。そうですね、アンノテンのポスターとか並べたい。あ、最高ですね。いいですね、ポンポンって飾りたいですよね。飾りたいです。そしてあれですよね、ネルさんの水曜の人大好きです、ね、大好きです。それはもう好き好きかけるってことですね。そうですね。うわー、そこで来るか、まさかのコラボ。さすがですね、素晴らしいと思いますね。ありがとうございます。いやー、そこか。じゃあ続きまして伊藤さんの一品目も。わかりました。僕の一品目はやっぱりオロチですね。オロチですか。オロチです。オロチは、はい、伊藤さんダメです。ルール違反です。あ、そうですね、僕オープニングで言いましたね、はい、そういえばそうですよ、ね、ああいう、その、あ、ダメですね、オロチは。あ、展示品ですもんね。皆さん、そしたらね、みんなオロチ一択になります。ですよね、はい、ちなみに1600万円ですからね。いいですね、はい、あ、オロチダメですね。オロチダメです、はい、初号機のバイク、はい、バイクもダメです。あ、そうですね。ダメですね。あ、カットですね、これ。はい、ダメですね。ダメです。あ、そうそうそう。しまったよ。皆さん、ルールの範囲内で。あ、そうですね。わ、はい、かりました。じゃあ、ねぶたはどうですか。ねぶたダメですか。ねぶたもダメですね。あれ、売り物じゃないですもんね、あれも。はい、あくまでも、その売り物だったりの検証とかですもんね。はい、あと、あれ、相当の大きさなんで。あ、そうですね。もう飾りようがないですね。はい、そうです。あ、そうです。すいません。じゃあ、いきますね。じゃあ、一つ目。はい。僕が選んだ一つ目は、去年だったんですけども、はい、香港、はい、香港で販売された出前一丁の出前坊や、坊や、あ、ありましたね。フィギュア初号機とあったじゃないですか、2号機、2号機とありました。あれでめちゃくちゃ可愛かったなと思って、 あれ欲しいですね。あれ何だったんですかね。あれ何なんですかね。いや、わかんないですよね。お父さんずっとあれ見てましたね。あれはもう本当にちょっとネジ緩めて、はい、持って帰ろうかな、ポケットにも入る大きさだったんで
それやったらやばいですね。そうですね。いろいろとダメですね、はい、それは。はい、いやあれは欲しかったですね。詳細してらっしゃる方いらっしゃれば。そうですよね。はい、本当にそのノベルティなのか、うん、その本当高知さんのところにしか飾ってないものなのか、うん、そういったのもし持ってる方がいらっしゃったら、はい、教えてほしいですね。教えてほしいですね。はい。うん、いやーそうなんです。僕が一つ目は出前坊やのフィギュアです、ね。はい。教えておきましたね。じゃあ二つ目、ネルさんお願いします。はい。私はですね、こちらです。はい、ギガンゲリオン。え？ちょっと待ってよ。はい。ギガンゲリオン、あ、1メートルのやつですよね。そうです。あの僕二つ目、実は僕もギガンゲリオンだったんですよ。まさかの被りですか？まさかの被りですね。いやでもやっぱり欲しいですよね、あれ。欲しいですね。あれはもう、確かエヴァンゲリオン新劇場版派の時かなんかの時に販売された、はい、16万ぐらいですね、確かあれ、はい。で、1メーターで。はい、うわぁ。下半身金属。そうな、金属なんですよね。はい、もう耐震強化もしっかりされてますよっていう。はい、そしてラジオエヴァさんのホームページとかにもね、あの部屋の一例で先に出てましたね。そうですよね。うわぁ、かぶりですか。かぶりです、まさか。これ気が合いますよね。気が合いますね。でもあれはすごかったですね。やっぱ欲しいですよね。見ちゃうと、実物見るの僕初めてなんですよ、あれ。私も初めてですよね、あれ。はい、でか、あの1メートルも大きく感じましたもんね。そうですね。いや、あれ部屋にあったら多分すごい存在感だなと。でもネルさんの家、あの2メーターも大きい。2メーターありますけれどね。2メーター、1メーターになるわけですよ。そうですね。並べちゃいけないやつです。あ、そうですね。その、はい、1メーターがちょっと安心しちゃいますもんね。はい、うわぁ、じゃあもう。あれは、でも欲しいですね。欲しいですよね。はい、2メーターと違う部屋にこう1メーターで。はい、まあ、素晴らしい部屋ですよね。この1回お邪魔させていただいていいですか。考えときます。ありがとうございます。じゃあ、ネルさん、最後の3つ目お願いします。はい、こちらです。はい、エヴァンゲリオンとビックリマンのコラボシール。なるほど、はい、これただのコラボシールじゃなくて、ね、ないっすよね。41枚限定。やばくないですか、41枚抽選ですね。ですよね、はい、私売ってるの見たことあるんですけど、はい、14万3000円で落札されてました、はい、すごっ、はい、待って、言っちゃえばシールですからね。シールです。確かあれです、4月1日ビックリマンの日かなんかに、はい、このあったやつですよね。コラボして記念のやつですもんね、はい、そうですね。抽選で41名一クラス分しかもらえないわけですからね、うん、言っちゃえばビックリマンマニアもいらっしゃいますからね。そうですよね、両方からこう争うわけですからね。そうですね。うわぁ、14万。じゃあね、ルフェさん、14万のビックリマンのシール買えますか、買えませんか。買います。買えません。あ、そうですね、買えませんですよね。まあ、そもそもそうですよね、はい、買えません。新しいですね、はい。うわー、でもそこに来るか、確かに欲しい。これね、皆さんぜひ見てほしいです。そうですよね、実物初めて見ました。ですよね、ちょこっとこう飾ってあるんで、はい、奥の方にあるんで ね、 そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、はい、あの探してみてほしいと思いますよね。欲しいです、これ見どころの一つです。うわー、びっくりマン、確かにネルさんビックリマンのシールの時すごい興奮されてましたもんね。そうですね、はい、あー、そこで来たか、分かりました。ラストですね。ラストですよ、これ、はい。いやー、これオロチとか言ったらダメですもんね。そうですね、オロチもダメです。オロチネタ使えないです。オロチはダメですよね。オロチダメです。オロチだけにオロチ、はい、まあいいですか、行きましょうか、はい。じゃあ僕の最後3つ目なんですけども、はい、あの最後のその出口の方に飾ってあったんですけど、はい、あの多分ね、あれ台湾なのか香港なのか中国なのかわからない言葉で、はい、あの初号機、2号機、0号機、4号機ありましたね。ありましたよね。なんか謎のわかんないですよね、あれ、はい、どこの言葉もわかんないし、はい、またねそのパッケージがあのリアルモデルのフィギュアの、はい、あのパッケージに出たんで、はい、あれどうなんですかね。あれも謎ですね。謎ですよね。しかもあの付属パーツがなんかおかしかったですもんね。そうですね、やたら短いロンビヌス。そうそうそう、ね、初号機に2号機の武器がついたりとか、あ、プラグナイフがついてる。でも偽物ではないわけですもんね。そうですね、ちゃんとガイナックスって書いてあります。ですよね、この一応君とエヴァの物事って書いてあるぐらいなんで、はい、パチってことじゃないですからね。そうですね。そうですよね、はい、あれやっぱネルさんも詳細わかんないですもんね。わからないです、あれまた詳細求むですね。そうですね、もしも持ってる方とか、あ、伊藤さんあれあの時に出たやつですよとか、はい、僕持ってますよって方いらっしゃったらぜひとも教えてほしいですよね。教えてほしいですね。いやあれはちょっと気になります。伊藤さん3つ目なかなかなところできましたね。海外製品多いですね。多いですね、はい、1つ目と3つ目そうですよね、はい、2つ目は被りましたもんね。被りましたしね。いやー、なるほど、ネルさんやっぱり結構あれですね、マニアックな発言できましたね。そうですね、お互いなんか珍品合戦みたいになってますね。そうですね、やっぱりフィギュアとかもたくさん買ってあったんですけど、はい、やっぱネルさんも、まあ僕もそうなんですけど、まあ
何かしらで見れるじゃないですか。そうですね。やっぱああいう検証で当たったやつとかって、はい、当たらないと見れないし、はい、そのなかなかねその実物見る機会ってないですからね。うん、そうですね。はい。まあいろいろもありましたけどね、たくさん、はい、銀色のロンギースのやりとかありましたね。あれもダメですもんね。あれもダメですね。ダメですもんね。あともう一つ僕いいなと思ったのが、はい、プラグスーツのウエットスーツ。はい、ありましたね。あれはまたいいなと思ったんですけど、僕もちょっと迷ったんですけどね、ノミネートに。あれもちょっと、ぜひとも、着たいですね、動画で。冬場の撮影に良さそうですね。あ、絶対いいですね。もう今はダメですけどね。そうですね。ああ、なるほど。そういうことですね。また皆さんもね、まあ、大学なんかに行かれた方、伊藤さん、僕はこれがいいですよとか、ねるねさん、僕はこれが良かったですよとか、そういったのあったらね、コメントの方に、そうですね。残してほしいと思いますよね。教えてほしいですね。はい。まだね、この、やっぱ大博覧会始まってばっかりですから、はい、ゲストの皆さんもまあ、足を運んでいただいて、こういうもんがあるんだとか、あ、懐かしいやーとかね、そういったのを感じてもらえたらいいなって思いますよね。はい。はい。まあ、そんな感じで今回はエヴァマニアのネルベさんと大博覧会に行って、お互い好きなもう3選皆さんに紹介させていただきました。はい。はい。まあ、そんな感じで今回の動画終わらせていただきます。神チューブの神の伊藤と、ネルフエでした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじないよろしくお願いします。結構やっぱマニアックなのいきますよね。いっちゃいますね、はい、他なんかありますか。逆に他ですか、はい、迷ったのってザ・ビーストのロックグラス。あ、うわ、あのラジオエヴァのラジオエヴァさんですね、はい、なるほどなるほど。ちょっとね欲しかったですね。あれすっごい気になってましたもんね。思ってましたね。これなんだろうなんだろうって、はあ、あれ売り物じゃなかったと思うんで。そうですよね。何かでね、見たことはあったんですよ、ね。はい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 。ラジオエヴァさんにコメントもらいましょうか、これ。そうですね。